皆さんこんにちは、ハヤトップチャンネルです。今日はこちらのセンサーソーラーライトをご紹介していきたいと思います。今までにチャンネル内でいくつかソーラーライトについてご紹介もしてきましたが、今回はソーラーパネルと LED ライトが分離しているタイプのものになります。一体型のこのようなタイプのソーラーライトだと、日陰になるところはソーラーパネルから充電することができないので、ライトを設置することができませんでした。しかしこの商品はソーラーパネルと LED ライトが分離しているので、ライトは日陰部分に設置をしても、コードを伸ばすことによってソーラーパネルを日に当たるところに設置すれば、しっかりと充電し使うことができます。もちろん太陽光発電なので電気代もかからず、外光工事なども必要ないので、好きなところにライトを設置することができます。私は今回カーポートに設置するために3つ入っているものをお試しに購入してみました。まず設置する前に中身を確認すると、パッケージはこんな感じで、中を開けるとライト本体とソーラーパネル、そして壁に取り付ける用の部品がそれぞれ3セット分入っています。本体の仕様を説明すると、まず LED の数は56個です。電池容量が 2200mAh、 だいたいフル充電にするのに約12時間程度太陽に当てる必要があります。ライト本体のここの部分に人感センサーがついていて、5メートルから8メートル程度の距離であれば反応してくれます。本体のここの部分にボタンがあって、ボタンを押すことによって3つのモードに変えることができます。具体的にどんなモードがあるのかというと、1つ目のモードはセンサーに反応があった時のみ明るく照らしてくれるモードです。2つ目はセンサーに反応がなければ薄暗く光り続け、動きを感知したら明るく照らしてくれるモードです。3つ目は一定して半透明な光で照らし続けてくれるモードになります。ちなみに個人的なおすすめのモードは1つ目のモードになりますが、理由としては毎日天候がいいわけではないので、常時点灯モードだと電池があっという間になくなり、天気が悪い日が続くとライトを使うことができなくなってしまうからです。必要な時だけ光ってくれれば十分なので、電池のことを考えるとモード1が一番無難かと思います。本体の重さは思ったよりも軽く、 LED ライトのここの部分にソーラーライトのコネクタを差し込んで使うことができます。ケーブルの長さは5メートル程度になっていますので、十分伸ばすことができます。まだ耐久性などは分かりませんが、防水仕様になっていて雨に当たっても大丈夫なようになっています。 LED ライトとソーラーパネルの後ろ側には120度程度動くヘッドがついていて、好きな向きに調整することができるようになっています。ざっと本体の基本的な使い方はこんな感じです。それでは実際に取り付けてどのくらいの明るさなのかを見てみましょう。今回は我が家のカーポートに取り付けてみたかったので、ライトはこんな感じで取り付けて、ソーラーパネルは太陽が当たる位置に設置してみました。とりあえず夜になるまで待ってみましょう。はい、夜になりました。周りに街灯などがあまりないので、夜になると真っ暗の状態になります。車の動きやあるいは人の動きがあれば反応するので、今回は私が動いてどのくらいの明るさになるのかを試してみたいと思います。はい、こんな感じになりました。どうでしょうか。真っ暗の状態に比べたらだいぶ明るくなり、足元もちゃんと見れるようになりました。本来はカーポートの真下ですと日に当たらずソーラーライトを使うことができませんでしたが、分離型のソーラーパネルがあることにより日陰部分でも明るく照らすことができるようになりました。もちろん LED の数が多いとより明るくはなりますが、カーポートで使う場合 LED が多すぎると眩しすぎるので、このくらいの明るさがちょうどいいかと思います。はい、ということでソーラーライトのご紹介でした。日陰の部分でライトを使いたい方にはおすすめなので、用途に合わせて使ってもらうといいかと思います。今回紹介した商品は概要欄にリンクを載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。